こんにちは、粟田洋介です。今日はこれに絵を描いていこうと思います。片方だけで、こっちにちょっと、まあ、やってみないとちょっとわかんないんで描いていきます。ここまで描いてみて、ものすごい描きづらいです。こうやって手で押さえてても、なんかこういう風になるんで描きづらいんですよ。このボールで、これにこうやってかぶせようと思ったんですけど、ボールが大きす。これを外したらどうだろう。それでもダメなんだけど、こういう風に動かしながら描けば結構いけるかもしれない。ちょっとこれでやってみます。今日は猫が来ないんですけど、何をやってるんでしょう。食事中でした。では早速ちょっとこのボールで描いてみます。ちょっとね、これをこれでどうだ。ものすごい描きづらかったんですけど、とりあえず T ペンで描きました。これはちょっと今乾かして、後で乾いたらアクリル絵の具で色を塗っていこうと思います。ちょっとまだ乾いてないけど、ここもちょっとねゆるゆるなんですけど、ちょっと自分らしいものができてきた気がします。では乾かしていきます。さっきこういうのとこういうのを買ってきました。こういう風にバケツを置いて、こういう風にして、で、こうやって描いたらいいんじゃないかなと思いました。ちょっと描いてみます。では、アクリル絵の具で色を塗っていきます。
感じの絵が完成しました。まだ乾いてないので、この部分をまだ戻すことができないんですけど、明日までこうやって乾かしていこうと思います。はい、もうこれは完璧に乾きました。これをつけていこうと思います。こんな感じになりました。それでですね、昨日買ったこれ、こうやってこうやると、これに乗せて動かしながらこうやって描くと、とても描きやすかったです。でこういうのなしでこうやって手で描いてた時はものすごい描きづらくて、で手に乾いてないこういう絵の具がついて、それがまたここにくっついちゃうみたいな感じで作品を汚しちゃうことになるんで、今度から帽子を描く時は買おうと思います。この帽子の次はこの黒い帽子を描いていこうと思います。そんで追加でこういう帽子いくつかまた注文してるんですけど、もしもこういうベースボールキャップとか以外になんかペイントしたらいいんじゃないかっていう帽子の種類があれば、ぜひ教えてください。というわけで今日は帽子に絵を描いてみました。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回お会いいたしましょう。さよなら。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が面白かったという方は、動画作りの励みになりますので、高評価ボタンなどを押していただけるとありがたいです。今後も動画を投稿していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。